農林水産省プレゼンツ黄昏ラジオ、おはこんばんち、農林水産省の黄昏です。私はですね、農林水産省で会計と広報の仕事をしている23歳の国家公務員です。2月12日の金曜日夜8時からですね、ライブ配信を行うことになりました。夜8時はですね、外出規制が呼びかけられているということもありまして、この時間にしようかなと思いました。皆さんとご飯を食べながら、そして、コメントをどんどん返しながら進めていこうかなと思っています。その際はぜひ、国産の農林水産物を、食べていただけると嬉しいなと思います。コメントなんですけど、普段のお仕事の話とか、僕のパーソナルな話でもいいですし、映像制作のこととか、あとは受験生であれば公務員試験の勉強のこととか、何でも大丈夫です。あと歌ってほしい曲のリクエストとかもお待ちしております。友達とご飯行く感じで、おしゃべりする感じで、やっていこうかなと思っておりますので、2月12日金曜日夜8時にお会いしましょう。さよなら。